どうもこんにちは、ミカスです。今日はこちらを紹介しようと思うんですけど、まあこれヘッドホンなんですけど、エディファー、ここのイヤホンがね、かなり安くて音も良くて、まあおすすめですよということで何回か紹介してるんですけど、そこからね、今回このヘッドホンタイプが出たんですよね。しかもデザインがなかなかかっこよさそう。では早速中身を見てみましょうか。おいしゃー、こんにちは。おっと、いやいやいや、いいね。やっぱりね、ヘッドホン、まあイヤホンもそうなんですけど、ヘッドホンもこういう入れ物ですよね。上がる。で、仕上げますよ。ずーし。ドカン。いや、かっこいい。はい。デザインめちゃめちゃかっこいいです。冷たい。金属ですね。なるほど、なるほど。まず、全体的なデザインはね、こんな感じ。ですね、こんな感じなんですけど、まあここがこの90度くるっと回って厚みを減らす構造になっている。でこれね、柔らかい、ふわっふわです、ふわっふわ。ここも脳天のところもふわっふわです。そしてはい、長さ調整機能付きね。あで、まあ一応こう中に LR 書いてありますんで、まあ左右は間違えないでしょうと。で、中に入ってるこのスピーカーというかね、でかいよ。中身すげえでかい。透けて見えてます。おぉ、これは期待が持てる。はい。で、あ、ここになんか、ね、ポートがついてますね。低音も強そうだな。ここもポートになってるのかな？うん。で、この右側にですね、まあ、ボタンがいろいろついてますね。で、USB-C、LED がついてて、マイクもついてますね。で、こっちは、オーディオジャックになってますね。なるほど。ここで有線接続ができると。いいじゃないですか。今、こういうヘッドホンをよく使う時代ですからね。で、付属品なんですが、はい、トリセツと、食べられませんと、あと、3.5mm オーディオ線ね。はい。それから USB-AC の線。で、これですよ。まず、何ができるのかなんですけど、まあ、そもそも耳を覆うんで、ノイズはね、入ってきづらいっていう特性がね、音漏れもしづらいっていう特性があるんですけど、ノイズリダクション、今回気合入ってると。アクティブノイズキャンセリングっていうことで、で、もしくは環境音を入れるっていうこともできる。で、4種類のモードがあって、まあ、ディープノイズリダクション、よっぽどガヤガヤしてるところで、ノイズリダクション強力にしたりとか、あとは、まあノイズリダクションは少なめにして、まあ音がいいモードだったりとか、あと風の音をなくすモードだったりとか、あと外の音を入れたりとか、モードが切り替えられるようになってるわけなんですね。で、まあ、ハイファイ対応っていうことで、ハイレゾワイヤレスっていうことで、まあ、数字的にはね、CD を超える音質で聞くことができると。で、さっきノイズキャンセリングの話したんですけど、当然マイクがついてます。だまあヘッドセット的に使えるわけなんですけど、その自分の声に対してもノイズキャンセリングが、そのマイクにもノイズキャンセリング機能ついてますので、ガヤガヤしてるところで通話したとしてもちゃんと綺麗に自分の声を取ってくれるっていう機能がついてますね。で、それからこの中のドライバーですね、スピーカー部分ちょっと見えるかな、40ミリっていうことで、もういっぱいいっぱいにでかいのが中に入ってます。振動板がでかい、これは期待が持てますね。まあちょっと音に関してはね、後でやろうと思うんですけど、低音から高音までバランスよく再生してくれると。で、バッテリーの持ちなんですけど、最大50時間再生っていうことで、まあマックスで55時間の、まあ、再生ができると。ノイズキャンセルオフだと55時間、ノイズキャンセルオンだと34時間で、10分の充電で7時間再生ができると。で、フル充電には5時間かかりますよ、といった感じですね。で、さらに、Android を使った場合は、Google Fast Pair っていう機能にも対応しているわけですね。あとは、専用のアプリがありまして、それで、まあ、音の調整ができると。で、ゲームモード、低遅延モードも搭載していると。はい。という感じなんですよ。至れり尽くせり。さあ、では、ペアリングちょっとしていこうと思うんですけど、このボリュームボタンの真ん中が電源ボタンになってます。ここ2秒押し。あ、なんか今ね、ちょっと喋りました。で、今電源入ったんで、そしたら、
初回の電源入れた時はペアリングモードに最初からなってますので Bluetooth で、はい、すぐ出てきました。はい、繋がりました。もう今繋がってます。早い一瞬。では実際どんなもんなのか使ってみましょう。装着してみます。どこしか、おー、ノイキャンすげえな。もうノイキャン効いてる。ちなみになんですけど、はい、アプリが結構優秀なんですよ。まあ当然ね、ここのスイッチでも操作できるんですけど、アプリで操作することもできます。で、今ですね、ちょっと映ってないんですけど、暖房ついてるんですよ、エアコンの。それのこのブオーっていう音が、まあ、一切聞こえてないです。かっこいいな。 High Noise Cancellation って言ってます。で、 Low Noise Cancellation、 あー、なるほどね。ノイズキャンセル、コーとテーで結構違う。コーだとエアコンの音一切聞こえないんですけど、テーだとふわっと入ってくるんですよね。あー、なるほどね。で、アンビエントサウンド、外音取り込みモード、もうね、ブオが聞こえてきました。そして、自分が喋ってる声も外から入ってきてるんで、自分の声がなんかそのマイクで録音した音をスピーカーから出してるみたいな、そういう音で聞こえてきます。で、アプリの方でその外音取り込みの強さをここね、ここで変えられるようになってます。面白。このスライダーを動かすとエアコンの音がでっかくなったりちっちゃくなったり、自分の声がでっかくなったりちっちゃくなったり。面白。ノイズキャンセレーションオフ。あー、なるほどね。やっぱりそもそもこのオーバーイヤー型というかヘッドホンなので、ノイズキャンセルオフにしても結構遮断されてるんですよ、そもそもね。で、その状態からあの低ノイズキャンセルで低音部分がかなりカットされて、ノイズキャンセル高にするともう高域から低域までまんべんなくカットされてる。自分の喋ってる声もこの自分の骨伝導じゃないですけど、自分のこのなんていうんですか、骨とかを通じて聞こえてくる音しか聞こえない感じです。で、サウンドエフェクト入ってます。クラシックモード、ダイナミックモード、カスタマイズモードって言ってますけど、これがですね、周波数4つ調整できるんですが、実は4つだけじゃなくて、どの周波数をいじりますかっていうのがここで細かく調整できるんですよ。だから実質かなり多くの周波数を好みに合わせてあげることができるといった感じになってますね。これなかなかのもんですね。うん、まあ、Q ファクターっていうものもね、調整できるようになってますんで、かなり好みに近づけてあげることができるんじゃないかと思います。で、さらにこれですね、これが音楽モードとゲームモード。ゲームモードにすると遅延がもうなるべく少なく小さくできるっていう感じになってます。じゃあですね、ちょっといつものリファレンス音源で音質チェックをしてみようと思います。まず今ノイズキャンセルコーで聞いてるんですけど、ちょっといろいろ変えて試してみます。はい、ということで、一通りちょっと音源を聞いてみたんですけども、これは、価格がだいたい2万円ぐらい、まあミドルクラスになるのかな。まあ2万円って考えると2万円以上の音が出てんじゃないのっていう気がします。いわゆるイヤホン型と違って、このオーバーイヤー型で、しかもかなりクオリティ高くできてて、この質感も非常に高くて、デザインもかっこいい。これチャッチーなっていう感じがまず見た感じないんですよね。で、装着感も良くて、で、自分は頭大きめですけど、サイズ的にも問題なく使えるっていうのがまずあるんですね。で、2万円かって考えた時にかなりこれクリアな音が出ます。で、ただちょっと硬いかな。柔らかくてサラサラっていうよりは結構カチッとした音と言ったらいいのかな。うん、ちょっと硬めの音ではあるんですけど、2万円って考えたら全然ありです。で、ノイズキャンセル性能なんですけど、まあ、さっきも言ったんですけど、ノイズキャンセル性能はかなり高いです。いわゆるアップル製品と比べても遜色ないぐらいのノイキャン性能持ってます。で、ただまあ、こういうやつ、これアップルのね、ヘッドホン型のやつですけど、まあ、これはやっぱり6万円、7万円でする高いやつなんですよね。さすがにそこまではいかない。で、
ノイキャン性能はそんな遜色ないレベルなんですけど、ただやっぱりね、ノイズキャンセルを上げていくとちょっとその音の硬さが増していくかなっていう感じは正直します。とはいえですよ、まあ例えば電車の中だったり車の中だったりとか、あとは家族がテレビを見ているっていう時に使うっていう時に、この没入感という意味ではやっぱりノイズキャンセルの威力ってすごく大きくて、まあオンにして使うのがいいのかなとも思うんですけど、で歩いてる時はあの外音取り込みモードにしてね、本当にねめちゃめちゃいい音で聞きたいっていう人はもうそれはもう高いやつ買えばいいわけで、いやそこまで音質にこだわりはないけど、やっぱりノイキャンと使い勝手がいいのと、あとは装着感がいいのっていうのを選ぶと思うんですよ。でそうなった時に、例えばこれがねさっき6万円とか7万円って言ったんですけど、これいるって話なんですねいやまあ確かにこれはすごく音も良くて、まあデザインも独特でアップルらしい感じの、まあ、商品なんですけど、個人的にはこっちでいいと思いますよ。正直そこまでこういうものに音質を自分は求めないので、もうこんだけの音質になれば十分オーディオとしての音が出てるんで、これでいいんじゃないのと思いますね。でやっぱりその音って結構好みによるところが大きいんで、結構ねドンシャリ好きな人って多いんですよね。高い音がシャカシャカ鳴ってドーンドーンっていうやつ。でも聞く音源にもよるんですよね。例えばそのまああんまりクラシック聞くっていう人でこういうの使うっていう人いるかどうかちょっと分かんないんですけど、そういう人は中音が綺麗にならないとやっぱり再現性がだいぶ下がっちゃうんですけど、 J-POP とか聞くっていう時にもうバッチリ来ると思うんですよ。でかといってじゃあ洋楽みたいにそのいわゆる漁港のスピーカーでも聞こえるようにチューニングされた音ではなく、ちゃんと高級なオーディオで聞いた時にいい音で鳴るように作られている洋楽とかでも綺麗に再生してくれます。あのボーカルの伸びいいです。女性ボーカルの響きとかもすごくいいです。で男性ボーカルのこの低めの音もしっかり出てくれるんで、これはいい音だと思います。はい、まああのね、イヤホンもいろいろ紹介したっていう話したんですけど、まあ、ぶっちゃけあのイヤホン選ぶんだったら絶対こっち選んだ方がいいっていうぐらい音の良さは格段に上がってます。ただやっぱりこの見た目がね、どうなのっていうイヤホンタイプの方がいいよっていう人も、まあ、もちろんいるでしょうけど、ノイキャン性能と音質に関してはこっちの方がいいんじゃないかなと。これはおすすめです。忖度なしにこれものいいと思います。でアプリもねいろいろできますんでいいんじゃないですかね。以上です。じゃあね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。